お元気ですか、ボクシュミです。今回は2023プロ野球チップス第1弾開封動画3回目でございます。やっとね、スーパーの方にもね、販売されるようになってね、私自身もね、嬉しく思っております。今日は10パックずつねやっていきたいと思います。それではね、やっていきたいと思います。3回目の 1袋目でございます。MVP 最優秀防御率最多勝勝率第1位奪三振沢村賞のね、オリックスバファローズの山本由伸投手でございます。 WBC 日本代表でもあります。北海道日本ハムファイターズの野村勇輝内野手でございます。2袋目でございます。最多安打の、楽天イーグルスの島内博明外野手でございます。東京ヤクルトスワローズのホセ・オスナ内野手でございます。3袋目でございます。オリックスバファローズの山崎達也投手でございます。広島東洋カープの小園海斗内野手でございます。4袋目でございます。オリックスバファローズの田島大輝投手でございます。で、広島東洋カープのですね、坂倉翔吾捕手のですね、またねキラカードでございます。3で連続してキラカードを引いております。5袋目でございます。で、最優秀中継ぎの下、中日ドラゴンズジャリエル・ロドリゲス投手のカードでございます。で、こちらね、オリックスバファローズ26年ぶり5度目の日本シリーズを制覇した時のね、カードでございます。6袋目でございます。最多安打の楽天の島内博明外野手でございます。東京ヤクルトスワローズの、これホセ・オスナ内野手でございます。7袋目でございます。で、久しぶりにね、白菜カードね、2枚目出ました。東北楽天ゴールデンイーグルスの則本貴弘投手の白菜カードゲットでございます。これで2枚目でございます。トータルですね。で、最優秀防御率勝率第1位最多勝の阪神タイガース青柳晃洋投手でございます。8袋目でございます。こちらね、またこちらキラカード出ましたね。千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希投手のこキラカードでございます。キラカードはね、2枚目でございます。埼玉西武ライオンズの與座海人投手でございます。9袋目でございます。失礼しました。
東北楽天ゴールデンイーグルスの辰巳亮介外野手でございます。で、日本選手最多となるシーズン56号本塁打を放ったヤクルトの村上選手のカードでございます。で、最後の10パック目でございます。盗塁王の千葉ロッテマリーンズ高部明人外野手でございます。で、最後はヤクルトスワローズ山崎幸太郎外野手でございます。以上で2023プロ野球チップス第1弾開封動画第3回目を終わりたいと思います。久しぶりにね、あのプロ野球チップスね、4ですけどね、開封ができたので大変嬉しく思っております。で、今後の予定なんですけど、この BBM の、第4弾になります千葉ロッテマリーンズ編もね、随時、配信しますのでね、よかったら、見に来てください。以上でございます。またですね、こういったあのプロ野球チップスの方のね、開封動画も4回目5回目とやっていきますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。